思うっす。アムゼイ始まりました。教えてサンドゼイ第6回三軒茶屋のクソメガネこと好きだでございます、町田のスーパーナードアマツイでございます。俺がパクゴルフです。はい、ということでゲストにパクゴルフさんに来ていただいてお送りしております。教えて。どうぞ。新婦の4月14日にアルバムが出てまして、はいはい、多分もう1回目見てる方は聞いてくれてるかなと思うんですけど、まあ、もう一回聞くタイミングかなって今思ってて、あとはなんかグッズがね多分出てる、あ、グッズも、グッズも多分出てるかなって思うんで、まあ出てなかったらまあ出てないんだなって思うんですけど、普通に俺らあれじゃないですか、どこにも所属してないじゃないですか。してないです。だからどうなってるかとか分かんないんだよねって。自分で決めれるけどなんかその自分次第すぎて分かんない。シンプルな話ですけど、はい、さあの前回もいろいろ話したと思うんですけど、はい、やっぱりあの全体的に短いっていうのがいいと思ってて、それ言おうと思ってました。短いっすね。そう、10曲で25分なんで、あ、僕より短いですね。僕10曲28分なんですけど、この間でもほぼほぼほぼ、うん、やっぱ短いっていうのは、ね、大事なことなんですよ。うん、曲とスカートは短い方がいい。曲とスカートは短い方がいい。はい、確かに曲とスカートは短い方がいいね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません。教えて。ということで今回の質問に行きたいと思うんですけれどもね、はい、じゃあどんな方から、この方はですね、高3の男の方です、うん、はい、じゃあ読んでいきます。はい、はい、今年3年生になる高校生です。かっこ男、はい、進路は大学に行こうと考えています。はい、自分は中学の頃から友達とラップをしていて、最近は部活動が忙しくてできていないのですが、自粛期間中にその友達と iPhone のガレージバンドで曲を作ったことがあり、はい、曲作りに興味があります。クリエイティブいいですね。今は部活動が忙しいので、大学生になったら部活動をせず本格的に曲作りをしてみたいなと思っています。今は10万円ほどしか貯金がありません。部活があるので12月頃までバイトはできません、はい、機材は一つも持ってません、はい、やる気はあります、はい、大学になって本格的に始めるならどのような機材を買えばいいですか。 PC はどのようなものを選べばいいですか。全部でお金はどれぐらい必要ですか。教えて S&Z。 教えてセルフでやっていただきます、はい、まあ、そもそもですね、はい、高校生で貯金が10万あるってすごくないですか。すごい、めっちゃ立派じゃないですか。やばいっすよ。ずっと金なかったっすからね。高校生全然金なかったの、うん、すごい、なんかちゃんとバイトしてるね。すごいっすよね。教えて。私お答えいたします、はい、どのような音楽を作りたいか程度にもよりますが、うん、曲を作り始めるのに今時高価な機材は必要ありません、うん、パソコンは Windows の一般的なもので曲作り用のソフトは十分に動きます。無料のものよりは有料の方がやれることは増えますが、ソフトもだいたい5万くらいで買えます。 Mac の場合はプロも使っているものが2万で買えますが、本体が高いです。あとはオーディオインターフェース、マイク、接続に必要なケーブルさえあれば曲作りは誰でも簡単に始めることができます。つまり10万あれば多分始められます。そこから先は楽器を弾くタイプの曲が作りたいのか、ヒップホップのトラックを作ってラップをしたいのか、なのでかかるお金や必要機材が変わってきます。ヒップホップに乗せてラップがしたいのであれば月額課金制のループを好きに使えるサービスなどがあるのでさらに簡単です。まずはいわゆるサンプリング主体の曲などを作ってみてはいかがでしょうか。素晴らしいですね。はい、はい、パーフェクト、パーフェクト、アイラブ人類。教えて。でもこれに対して何のその反抗する意見もなく完全に同意ですね。これに関しては完全論破、完全論破、論破、論破なのこれ。論破を広い、論破を広い、池澤広いです。ラップがしたいって言ってるわけだから、本当にまずスプライスっていうのを調べた方がいい。そうですね、これが月額制でいっぱいサンプルが落ちてるサイトでして、うん、まあ、ドラムとかギターのループとかがいっぱいあるんで、それを組み合わせるだけでビートが完成する、うん、曲ができてしまう。しかもなんかもうレベルが高いね。そうです、スプライスの元々が結構音いいっすよね、うんうん、そう。だそれを使うだけで全然、なんか言ったら我々みたいなプロの世界ではあの曲まんまスプライスのあれじゃんっていうのがあったりとかはするんだけど、でも始めるにはマジで一番最初にやるにはもってこいの、うんうんうん、ツールっすよ、うん、
まさに、なんて言うんだろう、難しい世界になってくるとそのまま使うとダサいみたいな空気感もあって、うん、だからそれをさらにチョップしたりとか、うん、トランスポーズしたりとかで、なんか本当に原曲とか元々のサンプルがわからないぐらいにいろいろやって、でそれがかっこいいみたいなのももちろんあるけど、最初はやっぱり組み合わせるだけで曲になっていくっていうのを楽しんでもらって、うん、で組み合わせた曲をなんか作っていくと多分ね、どんどん飽きてくるんですよ、うんうん、展開がないとか、うん、その作り込みが足りないっていうことによって、一応曲はできたし自分もラップをしたからその曲のこともちょっと好きにはなれるが、うん、他の曲、なんか他の人間が作った曲となんか違うなとか、うん、もっと頑張れるなっていう風になった時、じゃあなんか他に買うものがあるのか、その音質が違うとか、なんかミックスがどうだとか、うん、なんかそういうところを一体何ができるのかっていうのを考えてみると、うん、必要なものが分かっていくのではないかと。はい、うん、教えて。ちなみにこれ聞きたかったんですけど、はい、戦った Mac ですか、あのパソコンは Mac、うん、私も Mac なんですけど、うん、なんかやるにつれて Windows でいいなっていう気持ちすごい出てきてて、うん、どうですかそれ、うん、いいと思うんですよ、ね、いいですよね、全然 Mac である必要ないっすね、うん、そう、なんか最初の導入としてなんか曲作りは Mac だみたいなその風潮がちょっとある気がしてて、うん、別に Windows で全然問題ない、 全然大丈夫なんかむしろハイスペックのパソコン作るんだったら Windows が絶対いいって話も、うん、しくて、うん、教えて。そして Ableton Live がいい気がします、あ、Windows でやる分においては。 Ableton Live が、まあ、スタジオ1じゃないですか、うん、あ、これ何の話してるかっていうと、うん、デジタルオーディオワークステーションっていう、うん、DAW と言われるですね、要するに曲作りのために必要な一番絶対必要なソフトがいろいろあるわけですよ、あのプロツールスとかキューベースってのが一番プロが使ってると言われてるやつで、で我々みたいなのは Ableton Live、 Ableton っていう会社のライブっていうものをよく使ってます、うん、結構多いっすよね、トラックメーカー結構多いっすね。バッタさんなんすか、そのライブっすね。あ、ライブっすね、うん、ちなみに僕はロジックなんですけど、うん、そう、さっき言ってたその Mac だったら2万で買えるってやつがロジック、そう、ロジックはあのプロでも使ってる人多いです、うんうん、まあ、その辺は好みなんですが、うん、まあ、Windows ではロジックは動かないので、うん、まあそれで Ableton Live がいいのではないかという個人的な見解ですけど、多分ライブだったらなんだろう、3段階やって1個がただのやつ、うん、でその次がなんかスタンダードみたいな、で一番高いのが何とかっていうやつなんだけど、で何が違うかっていうと、使えるトラック数、トラック数が違うとかが確か違うのと、あと使えるソフト、ソフト親戚がその音色、あ、元々入ってる、そう、元々入ってるっていう、そうそうそう、で正直言ってライブ純正のなんかシンセサイザーとか使うことないじゃないですか、あんまりない、うん、だし、なのでそこは別にそんなに気にしなくてよくて、だから20トラックとか30トラックとか重ねていくときに、真ん中の5万円ぐらいのやつだとちょっと足りないなってなったときに高いやつに変えればいい。だから別に全然なんかスプライスからのサンプルベースでとかってやるんだったら多分そんなに必要ないんじゃないかなと思うんで。ちなみに俺スタンダードっすよ。あ、マジっすか。あれいくらっすか。5万ぐらいでしたね、確か。5万しないはずですよ。これ一番高いやつ確か10万とかだった気がする。なんか何が違うか分かんないし、正直その結構音を外部から取ってくることが多くて、まあソフト申請、ライブのライブ純正のライブ純正のソフト申請は一個も使わないから、俺も全然使わないです。だからアップデートしてもいいけどしなくてもいいみたいな感じでずっとスタンダード使い続けてみたいな感じですね。まあ、俺らパーゴル産地でタコ作ったことあるけど、はい、あのリズムマシンとかソフトシンセとハードシンセの違いをまず説明してみたいな。ソフトシンセっていうのは要するにパソコンの中で動くソフトのシンセ、うん、でそれに対して対義語としてハードシンセっていうのがあって、うん、ハードシンセっていうのはこういうやつ、実際にもうあるみたいな、実際にこういうやつ、電源をオンにして鍵盤を押す音が出るシンセのことです。そうそうそう、はい、であのパーゴル産地なのはハードシンセの方がいっぱいっていう状況で、ハード申請がいいって人ももちろんいるし、うん、まあ、僕なんかはもうソフト申請で作っちゃう方なんで、うん、まあ、ハード申請1個あってもいいかなとか思うけど、そのソフト申請も Windows だと確かフリーのものが多いってよく、確かに多い、フリーで使えるソフト申請が多いですっていうのよく聞くし、うんうん、なんかいっぱいあると思うんで、スプライスとあとあれあれ、あのアーケード、アーケードもいいですね。アウトプットっていう会社が作るアーケードっていう、それもループ集をなんか出してる、ループ集をなんかいろんなそのループがあって、それなんか好きに使っていいよっていう、うん、確か月額1000円ぐらいだね。月額1000円で順番にサンプルが配置されまして、うん、まあ、キーとあと BPM を設定しとくと、それに合ったサンプルを勝手に出してくれるんですよ。いっぱいその
いろんなプリセットがあって、いろんなのを選べるっていう、本当宝箱的システムで。BPM っていうのはビートパーミニッツの略で、速さのことね。キーっていうのは、さすがに説明がしづらいので、自分で調べてください。はい、今時はやっぱり曲作りの方法とかも、YouTube とかにも載ってるし、自分で調べればいくらでも出てきちゃうから、うん、全然安価にできちゃうよね。教えて。ラップをしたいっておっしゃってたじゃないですか。うん、はいはいはい。それだったら、タイプビートもありかと。あ全然ありだ、はいはい、タイプビートっていうのは、うん、あのまあ、YouTube にいろんなトラックメーカーさん、あのトラックを作る方々があのフリーで上げてて、でそれを商用とかあの Spotify とか Apple Music に上げる際にお金払ってくださいねっていうトラックがいっぱいあるんで、うん、それを一回取ってきてラップして載せてかっこよかったらリリースとか、うん、まあ、そういう流れでも最初はいいのではないかと、うんうん、そうなってくるともうマイクとオーディオインターフェースのみで大丈夫、パソコンもか、うん、なんでそれもおすすめかと。まずオーディオインターフェースってなんだろうと思ってると思うんだよ、はい、でオーディオインターフェースについても説明しておくと、パソコンってマイク挿そうとしてもなんか穴が違うじゃん、穴が、ね、マイクの穴とパソコンの穴って違うじゃん、うん、それを同じ大きさにしてくれるぐらいのもんだと思ってる、大丈夫うん、繋いでくれる、本当にただそうじゃないですか。もうよくわかんない、俺もよくわかんないお前。だそれが安いのでいくら1万とかで買えて、まあ最初は本当そんな安いのでいい、うん、あと中古でも全然使えるの多いし、あ、うん、それだったらもっと安く3000円とかで売ってる、マジかマジで安く売ってますよ。だからもう要するに我々が言いたいのはもう全然簡単にできる10万でこと足りるっていう、10万あったら確かに何でもできる、うん、できると思いますね、うんうん、教えて。でなんかよくある初心者が陥りやすいというか、まあ、俺らみたいなのでも陥りやすいのが、とにかくいろんなものを揃えようとすること、うん、最初はね少なくていいんだよね、まあ、制限ある方がいい、うん、そうそう、本当にだから1個のビートを使い倒しているとか、ソフトシンセもフリーのものがいっぱいあるから片っ端から落とすんじゃなくて、なんかいろんなものを使うのではなく一つを徹底的に使い倒すみたいなことをやった方が多分いい。俺も1個だけでしたもん、使ってたの、うん、マッシブだけしか使ってない時期ありました。その方がいいんですよ。だから俺も今セラムしか使ってないですほとんど。選択肢少ない方が悩まないですからね、うんうん、そうで意外とだからシンセのせいにみんなするんだけど、うん、シンセのせいじゃなくて自分の音作りのせいにするから意外とってかもうそれがほとんどだからですね、はい、うん、はい、十分に話したと思います、はいはい、教えてということで、教えて S&G 略称 OSD では、はい、皆さんからのお悩みや質問を募集しています、はい、概要欄のリンクから応募できるのでどしどし応募してね、はい、スパムや冷やかしはやめてね、やめてください、はいはい、なんか円滑に進んでるね、はい、あのとにかく円滑です、はい、慣れてきた感じがあるね、そうですね、ということでじゃあまた、次回お会いしましょう、はい、さよなら、さよなら。